もしかしたら今日の雪梨花みたいに気づかないうちに後ろから見られてるかもしれない。雪梨花から後ろ姿の盗撮画像が来たから、もしかしたら気づかれてるのかもしれんけど、街中で「パセリですか?」って言われたことは全然ないです。でも先輩とかといる時とかはあるけど、それは多分先輩に気づいて「あ、パセリもいる」みたいな感じだと思います。そう、ソルハさんと歩いてたら雪梨花子が写真を撮ってた。こんばんは。広島って10回言って。広島。じゃあ私はパセリ。おお、観覧車のある建物の劇場公演、 SKE さんですね。それはズバリ SKE さんですね。正解ですか？初回限定版あったんだ。広島。こんばんは。じゃあこんばんはって10回言って すっごい言わせたがる人と思われてそう。私そういうわけじゃないんです。こんばんは。パシオサピョンシェリちゃんオサキパセ、お邪魔してます。どうぞごゆっくり、掘りごたつにでも入ってゆっくりしていってください。 ないけど。一人でスマホに向かって言ってるの、みんな 言ってくれてるの本当に。もしかして新喜劇的返答を求めてたかもしれないと思いながら今掘りごたつって言った。新喜劇的返答をした方が良かったでしょうか。おお、仕事帰りに買ってきました。ありがとう。プーさん花冠ありがとう。新地さんもありがとう。好きって10回言ってみて。言わせたいだけやん。床を掘ってくる 床掘ったら下の階の人と「こんにちは」しちゃうじゃん。そんな「あ」って気まずいやつ 騒音トラブルどころじゃないんですよ。もう「あ、はじめまして、上の階のお先です」。堀川君が血がつく。もうサザエさん中毒。それは結婚してて10回言って。分かった。お断り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 、おまけに1個、もう1回お断り。そうだよ、お先だよ。おぎって10回言って。おきさ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 、床を高くして掘りごたつにするしか。うわ、賢いね。すっごい天井が低い家が完成しちゃう。おみかんさんお断りです 下の階にブラジルの人住んでる。地下やばいじゃん。すっごいね、床が、すっごい床が分厚い。地球こんなんでしょ 地球の形 こんぐらいでしょ。ここが日本、こっちブラジル。
ぱり。クロさんありがとう、スタンプありがとう。なになに、床下収納の蓋を外してこたつを確かに確かにそうだね。ないよでも私お家に床下収納とかそんなないけど、掘るしかないですか掘るしかないの。ペラ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 。今日帰りたくないって言ってみてよ。帰ってるのに嘘をつくんですか。家にいるのに。わかりました。じゃあシチュエーションは何ですか。どういうシチュエーション。でも私結構レッスン上とかで言うんですよね。家に帰ったら孤独だからさ、まだ帰りたくないとかめっちゃだだこねてる。もうずっと去年ぐらいからずっとそうなんですよずっとだよ。この前もさ、リコちゃん家に奥さんだった時にさ、もう奥さん帰るんですかとか言ってさハッシュタグ思うだったよ。レッスン上で言ってるからね。言ってます。だってなんかメンバーとさレッスンとかした後急に家に一人とかだからすごい寂しくなります。うん。ハッシュタグおも。こんばんは。どういうシチュエーションでいいんですか。なんかシチュエーション決めたらさ難しいね。普通に思ったことを。そう、配信終わったら一人になる。壇上に一人ぼっちになるからすごい嫌です。だからいつも長話しちゃう。急にさみんなこんなに、今もほらいっぱいみんないる。わ、アバターみんないろいろ、食べ物から動物から人間からいろいろいるのにさ、バスが終わっ、じゃあバイバイって言った瞬間急に壇上に一人、急に1位になるから。星投げもしてないのに急に1位になってさ一人になる。やだ。わかる。家に誰か来た後帰るときすっごい切ない。もう帰るんですかって。ココア、ココアさんじゃないや、あのソラハさんが今日めっちゃソラハさんのことココアさんって言って、ソラハさんがあの泊まりに来た日もじゃあ帰るねって帰るときめっちゃ寂しい。あとさ私さ玄関までついていくんですよ。でソラハさん帰ってドア閉めた後また玄関開けちゃう絶対鬱陶しい。そんなもう犬やんってぐらいついてく。鬱陶しい。年上なのにそんなさそうだよ、お見送りしてるちゃんとめっちゃ私さ、あとみほちゃんとみほりんとバイバイとか遊んだ後とかにあの街とか歩いてじゃあバイバイだねっていう時、みほが見えなくなるまでバイバイするし、みほりんが信号を渡って角曲がっていくまでずっと見てるし、みほも振り向いてバイバイしてくれる。それ分かってだから私はそれをいつも動画に撮ってます。動画に撮ってみほりんが見えなくなるまで、見えなくなったなと思ったらちょっと動いてこうやって覗いて見てる怖っ。ハッシュタグ怖。想像できた？嘘じゃん。ハッシュタグいいな。でもさ、自分がメンバーの家に行くときにバイバーイって言った後にすぐ鍵のガチャッと音がしたときすっごい切ないもん。結構あるんですよ。用心深いのはいいことよ、防犯的にね。でもバイバーイ、またね、また来てね、ボンガチャみたいなのは
なんか辛いけん宅配便とかでたまにさ印鑑押さんといけんやつあるじゃないですか、封筒とかで。そういう時もなんか相手に申し訳ないなと思ってそろーってしてゆっくり音が鳴らないように閉めてます。ゆっくりしてるメンバーだったらさメンバーがバイバイするまで待ってるけど、宅配便の方がバイバイするの待つのはさすがにないからゆっくり閉めてます。やだもん、なんか電車もそうだよ。あの電車とか路面とか乗っててメンバーがバイバイってこうまた電車で先に行っていくの、こうやって見えなくなるまでしてる。高いの人バイバイしない、高いの人にバイバイしたことはないですよ、メンバーだけです。えガシャってしてもいいの？え私やだ、絶対にやだよ。プーさんラブレターありがとう。スタッフさん、スタッフさんが来ることはないですね。ないな。レッスン場でも普通にお疲れ様ですって帰ります。帰ったよ。メンバーと住めばね、そうメンバーと住みたいけど私家でなんか寂しいとか言いながら一人の時間も欲しいですだってさ、まあ、人によるパンちゃんとか、あとパンちゃんも一人がいいタイプじゃないですか。しかもパンちゃんってねカーテン開けないんですよ。あの日の光、今日が晴れてるかどうかをカーテンの下の隙間から確認するらしい。カーテンの隙間から日が差してたら今日は晴れてるって判断するらしくて、カーテン開けないらしいから私絶対無理です。カーテンも開けるし空気の入れ替えもしたいから、もしパンちゃんと住んだら喧嘩勃発しちゃいます。だからお互いのいいところを尊重するためには今の状態がいいと思います。そうそうなの、パンちゃんは日に当たると狼になるからひっそりと暮らしてます。誰かの家に泊まるべきだよね、本当だよね。あそれはソラハさんと住んだら絶対あの家が綺麗だと思う。ずっとお掃除、毎日お掃除をしっかり、髪の毛一本垂れても許しませんみたいな感じで、すごい部屋がピカピカだと思います。家の掃除しよっかな今日、明日明後日。あそっか、狼月か、太陽は鬼だった。パンちゃん、みんながそうやってメンバーの話をするからするか、私がしたんだけど、もう急にまたまた今日も孤独じゃん。孤独に震えていたって。えそうなの、5周年終わったソラハさんはずっと舞台忙しい。パシが来てよって言われた、マネージャーさんの代わりに一緒にパシが同伴してよって言われました。帯同してよって言われた、東京まで週に1回マネージャーさんの代わりにパシ来てって。パシちゃんお家にいますね。こんばんは。そうエイプリルそうなのよ、権利なのかな、足りないのかなでもちゃんと待っておきますね。ちゃんと犬だから、ハッシュタグ犬だから、ちゃんとソラハさんが東京から帰ってくるまでちゃんとお家で待っとくから、自分家でね。
もちろん勝手にソラハさんの家に住むわけじゃないですよ。自分家で美穂とかと過ごしながら待ちたいと思います。美穂とかリコちゃんとかと過ごして帰りを待つね。誰でもいいんかい、誰でもいいんかい。ソーハさん、私がお世話されてる。なんかパセがさ、パセリが多分2期で最年長だから、いつもメンバーのファンの方とかに、あのパセリいつもありがとう、仲良くしてくれたりとか言えるけど、もうどう考えてもパセリが仲良くしてもらってます。誰でもみんな、サコもだし、サコもミホもリコちゃんとかもみんなお世話してくれてる。私のことお世話されてます。あっちゃさんお断りです。久しぶりに見るね、このギフトたち。今日なんか多いお断り。お断りじゃない、結婚して。そう、私がお世話されてるよ、サコに。サコ、なんかサコは本当にダンスの覚えが早いから、あのダンスのわからないとこは全部みんなサコに聞いて。やばい、山猫坊主さんお断りです。そう、シャコーかわいい、めっちゃくっついてきてくれる。産んでないです、ハッシュタグ産んでない。こんばんは。そう、お世話されてる。だってソラハさんもさ18歳だよ今。18歳が24歳のお世話してる、やばっ。そうだよ、5月3日が来たらついにサコのツイッターからぴょんぴょん最年少ぴょんぴょんっていうあの強調されたあの最年少の文字が消えると思ったらすごく切ない。めっちゃ可愛い、あれサコ姫かです。最年少が変わってしまう。そうだね、あとそうですね2週間だよね。本当だね、わお。誰推しですか？でもみんな可愛いです、みんなね。でもノアピちゃんが一番最初に話しかけてくれたんですよ。パセリさんって呼んでもいいですかって言ってくれて、私がシミサラと話したのね。シミサラと話しよったらなんかポンポンみたいなのされて、ここにいてノアピちゃんがパセリさんって呼んでもいいですかって言われて、私びっくりして、いやいやいや、もうパセリでいいです、タメ口でいいですって言ってしまってやばいと思われた、絶対やばい人と思われました。この人やばいって、もう近づいてこないかもしれない。その後私マネージャーさんの、あの後ろに隠れて恥ずかしいですって言った。私の後ろに隠れないでってマネージャーさんに言われた。だって緊張する、そんな急に不意打ちに来たから緊張しちゃって変なこと言っちゃいました。やっぱダメだな、コミュニケーション能力のなさが出てしまった。やっぱ隠れちゃうんですよね、やっぱ逃げちゃう人から。2年前のパセリが、逃げるパセリが好きだったって方安心してください、まだ逃げてる。なんなら後輩から、後輩でも恥ずかしがっちゃう。逃げたわけじゃないですよ、恥ずかしくなっちゃった。目がキラキラしてて、あのすごく綺麗な瞳に見つめられちゃって照れただけで。あのあずみちゃんはあの声ラジの時に一緒に出たんですよ、同じステージ出たから、その時に会ってて、あとはあのすごい礼儀正しかった、岡田あずみですよろしくお願いします感じでした。
ユナアナが友達というかもともとチームメイトだったから、あのユナアナからいろいろいい子だよって聞いてたから、そう、こんばんは。みんな可愛い、細い。なんか広島の路面電車の駅とか行くとどこに行ってもあずみちゃんの大きいポスターが貼ってあるんですよ。だからもし宮島とか行くときに路面電車とか使ったりする方、電車とか使う方、ぜひぜひ駅見てみてください。あずみちゃんがこう通りすがる駅とかにいると思う、見えると思う窓から。そう、ウナのチームメイトですね。そう、 CM もやってます。ニューウェブプロジェクトの CM やってる。そうだからもし明日ココアさんの生誕とかで広島に今日泊まるよとかの方、 CM とかでもしかしたら見るかもですね。ぜひ見てみてください。あと5周年の CM も流れてますよね。 STU のそのニューウェブプロジェクトのあれで出てます CM。 左下か右下かに書いてるの、あのニューウェブプロジェクトみたいなの書いてるから、そのオーディションのあれで出てるんだと思う。キティちゃん、キティちゃん、キティちゃん、どれ、ポチャコ、キティちゃん、キティちゃん似合いますね。顔顔かキティちゃん、キティちゃん、これかユキリカにキティちゃん似てるって言ったことあるけど、キティちゃんにポチャコ、これ、これ大きさのとある、あ、これポチャッコです。ご紹介が遅れました。ポチャッコと申します。パン、あ、服、服ですか。これはなんか古着屋さんで買った T シャツです。エミリーって書いてる。確かに似てるかも。煮ないでください、美味しくないから煮ないでください焼いた方が美味しいタイプだよ多分。余分な油が出てね、すごく焼けると思います、ね、絶対言うと思った、絶対山下エミリーさんっていうコメント来ると思いました。絶対思った、だって私も思ったもん、これ買うとき、あーエミリーさんいるよねと思って思った。だからみんなも書くと思った。仲間だね、同じあの思考回路してるよみんな、私と。ああ嫌がらないでください、落ち込まないで。エミリーさんね、3期生のねHKT さん3期生にいらっしゃるけど、エミリーさん、これは古着屋さんで買ったレッスン着ですね。もうレッスン着なのこれ。今日だからこのレッスン着で普通にソラハさんと街中を歩いてました。街をね。これは普通に洋服屋さんに行ったんですよ。洋服屋さん行ったらなぜか古着コーナーがあって、違うブランドの古着とかも売ってて、そこで買ったんです。いくらと思いますか。あ、めんどくさいと思ったでしょ今。あーこういう何歳と思いますかの次にめんどくさい、いくらと思いますか答えは言わないでおきます。おー正解者います。
アイス5個分でした。おー、アイス5個分です。言うんかい。スーパーのアイス5個分安い。なんか列にすぐ首がこうなんかこうなっちゃうから、そういっぱい安いのをいっぱい買っとくっていうのが大事ですね。そうワンコイン、そうワンコインよ。でも税で50円かな。何歳だと思いますか。難しいよね本当に。でもレッスン着ね、すぐここヨレヨレなるけど、それでも着ます。気にしないだってあの大丈夫、着れるも、着れるから大丈夫です。こうこの前ね、あの本通りでね20って書いてる、背中に20って書いてるね服の人がいたんですよ。でそれであのサイエント会った時に、あれ生誕ティーかなとかいう話をしてて、絶対違うのにどう見てもその方20歳じゃなくてもっと上の方の方の感じだったんだけど、生誕ティーかもねとか言って話してたあの人の生誕ティーかなって話をしてました。背番号かな、もしかしたらそうかも。なんか今日本通りにさ、サンフレの旗を持った人がいっぱいいたの。サンフレのユニフォーム着てサンフレの旗を持った人とカメラマンの人がいたから、選手だったのかな、女性と男性の選手との旗が持ってた。なんかの取材やったんかな、なんだったんだろう、パルコの前ら辺でやってました。そう旗持ってテレビ旗持って、そう選手だったかも。だって旗に書いてる顔と持ってる人の顔が同じだったような気もする。わかんないけど、マスクしてるからわからんけど、かも。こんばんは。何だったんだろう。たまにさ、よく通る道とかがテレビ出てるんですよ。あの満天ママとか見てると、広島満天ママっていう広島のローカルの番組とか見てるとよく映ったりするから、おーあそこだーってなって嬉しくなりますね。だからもしパセがいつかテレビ出たら、みんなもそうやっておーパセリだーって思ってください。出れるかな。そう満天ママ毎朝見てるちゃんと見れない日も録画して見てますね。毎日録画してる。でなんか夜にもやってるんですよ、満天ママの、 そのロケ部分だけの短い時間の放送があるんよ、毎晩か分からんけど、それも見えたりします。同じだけど内容は。あっちゃさんペンライトありがとう。そう再放送してるよね。何の番組、ねなんて言うんだろう、ローカルのさ、よくお昼とかに会ってるようなやつ、最近広島にこういう店がオープンしましたよとか、広島は開花しましたよとか、広島のお天気を伝えたりとか、よくあるローカルのグルメとか旅とか情報とかを全部教えてくれるやつですね。あ、そうヒルナンデス的な、そうそうそうヒルナンデスとかそういう系です。そう広島詳しくなったかな。でも前よりはなりました。自粛期間とかよりはなった。でもまだまだ
知らないことが多いです。なんか地域の名前とかも勝手に脳内でこう読むんだろうなと思ってても実際違ったりとかある。テレビ派、テレビ派出たことあるね。みちゅさんとロケに行きましたな。電光石火ピカチュウ。それどっちだっけ、いつは迷う、いつは迷います。それ白島、白島だっけ。いつもね、なんか読み方をねちゃんと調べたのにいつは迷うよね。ピカチュウ白島だってる。おお、迷っちゃうよね。最初白鳥かと思った。白鳥か白鳥かなと思ったの。一番最初白鳥と思ったら全然違いました。小島が小鳥ぐらい違う。白島と白鳥は小島と小鳥ぐらい違います。ね、広島の方多いね。じゃあ井の口、あ確かに新井の口、確かに最初見たら本当だね。そうだね、言われてみれば。わ、それ待って、私もそれさ調べたことあるのに、なんか調べてもさすぐまたああってなっちゃう。三好、三好とかは少女漫画とかの名字にいるんよ、三好さんみたいな。だからそれで知ってました、三好。あとはね、あ向かいなだ、むずだね。それは交互か。あとは秋、秋難しかった。暗芸かと思ったら秋だった。この話この前もした、もしかして。えのき町でしょ、違った、合ってる、えのき町だっけ、エリンギどっちだった、えのき町。この前までくるみ町って呼んでました。えのき町で合ってる。あー難しい。金谷町は読めます。金谷町読めるけどその他読めない。恵比寿町か、恵比寿町だ、恵比寿町。そう話したけどもう全部忘れちゃった。エリンギではなかった、ごめんなさい。金山町読めるよ余裕で。引っ越してきた時に調べました、それだけは覚えてる。お腹グーグーなってます。恋、恋は読めます。恋、あの恋はアウトレットまで歩いた時に、あココアさんみたいな地域だと思った。恋、ココアさんとカープを合わせたようななんか名前だなと思ったから覚えてます。恋、もう分からん全部。歩いてる途中で見た、結構ね遠かったですね。 3万歩ぐらいかかった。なんて読むの、ぬくしな、ぬくしな、何ですか。高梨読めますよ、高梨は。高梨もなんか少女漫画かなんかで読めるようになったんですよ。だからこの前あのババアバンビさんのメンバーさんに高梨さん行って、お高梨って読めるぞと思いました。見たらい、あ見たらい難しいよね。
そう、高梨類さん、え、フォローしてくださったよね。そう、フォロー返ってきた。三次へさか、いえ、初めて知ったかも。多分明日には忘れちゃう、覚えなきゃ。バンビさんさ、福岡の、福岡とか九州出身の方多い、熊本とか。嬉しい、勝手に仲間意識。あ、待って、私30分には、今日1時間半ぐらいで終わるかなと思ってたらもう40分だったから、もう23時までしちゃおう。長崎、長崎なんか地名あるかな。あたごとかかな、あたご普通に読めるんかな。あたごは高梨の由来知ってますよ。あのね、あれよ、ワシとかが飛んで、小鳥がちゃんと飛べるってこと。そういう大きい鳥の天敵がいないから小鳥たちが遊び回れるってこと。鷹が、あ、鷹だ、ワシじゃなく鷹だ、鷹がいないから高梨だから、小鳥が遊べるって書いて高梨です。なぜ知ってるかというと、この前リコちゃんが教えてくれました、楽屋で。高梨の由来はねって教えてくれて、 Google で検索したら本当だった。疑ったわけじゃないですよ、あのちゃんとソースを調べようと思って見たら、そう、高梨。あ、イサヤね、イサヤ難しいですよね。うつつが難しいよね。あの現代の現に川って書いてうつつ川。廃棄、ソノギ、あ、ソノギ難しい。イサヤはね、あのゴールデンタイムのクイズ番組でも出てました、地名の読み方クイズで。イサヤは漢字もちょっと書くの初見で難しいかもですね。うつつ川読めますよ。なんで読めるかというと、電車の、電車の次はうつつ川って覚えました。えー、これうつつ川って読むんやと思って覚えた。うつつ川は長崎市内のちょっと手前ですね、無人駅ですな。長崎のことになったらすごい饒舌になった。読めるからって。ちわた、何それ、初めて見た、本石灰みたいな。そのギア読めますね。うつつ川、やっぱ電車とかバスのアナウンスってすっごいありがたい。おーってなる。近江、山梨、月見里、え、2種類あるってこと。何、調べ川、え、難しいね。なんて読むの、立ち、立つ売り掘り、立つ売掘り、立つ、立、パ、パセリじゃなかった、立つ、立ち売り掘り、元しっくい、元しっくい、絶対読めない。何、星になってるよみんな。何何、イタチボリ、えー、初めて見る。えー、むずい、ほい、イタチボリ、ほい、なんでむず、むずむずだよ、むずむず。もうみんなどこの地名もパセリにしたら平和だよ、みんな読める。パセリ、パセリ町一丁目、すごいね、むずむずじゃん。でもこれってもしかしてだけどさ、パセリがさ、読める長崎の地名でどんどんパセリの住んでる場所が絞られていくんじゃないですか。あ、パセリここの辺の地名知らんな、あ、パセリこっちの方地名知ってんな、あ、パセリこの辺の地名は知らんからこっちだ、こっちの方なのかな。
ってなっちゃう。別に隠してないけども、多分分かってる人は分かってる。方言とかで多分分かるよね。長崎でも方言の違ったりするから、文化とか。ね。あ、パセリ広島のこの地名読めない。パセリ、あ、この広島の地名読めた。アキネーターみたいな。それは面白い。この地名は読めますか。はい、いいえ。あなたの住んでる場所はここですね。山田、山田。おい。何？神鍋高原。ザ、なんて読むんですか。ザなんとか熊。熊。こんばんは。惜しい？惜しかったですか？雑種のクマ？かわいい名前。雑種なの？あ、雑種、雑種ではない？かわいいね、雑種のクマ。あ、落としちゃった。落としてしまったじゃん。雑種のクマなの？いいね。何の雑種？どういう系？バッシュ？バスケしてんの？何そのすっごいなんかマンジーみたいな感じは何ですか？なんか千手観音みたいな感じは何ですか？何それ。どんどんコメント欄がハライチさんみたいになってきた。ハライチさんの漫才始まっちゃう。やばいやばい、かなえマンジバナナ、その感じはバナナです。それはバナナ。合ってますか？ねえ、やばい。ハライチさんが大量発生してる。あ、待ってて、それ見たことある。なんとかかんとか。海豚はイルカ、スイカ、つくし。こんばんは、こんばんは。合ってる。モグラ。なんだそれは。トモコ。ウニ。キリン、よろしく。なんだそれは。なんだ、サンチャカみたいなやつなんですか。サンチャカみたいな。あとなんかオーナシみたいなやつなんですか。わわわわ、どんどん難しくなってきた。レモン、ソヨスイカ、何その草冠麺みたいなやつ。上に木が生えてる、なんか上に木が生えた凡人みたいなやつなんですか。パイナップルか。琉球はバスケです。琉球、琉球という漢字はあの一期一会っていう、多分私と同じ年代の方だったらあのクラスとかで流行ってたと思うんですけど、一期一会っていうね、なんかすっごいポエムみたいな、ポエムが書かれてる筆箱とかが流行ってたんですよ。ポエムと人間の女の子のイラストみたいな、なんかなんとか、なんか三尾さん的な詩が書いてある、ポエムが書いてる
やつが流行ってて、それで知りました。リュウキューブみたいなやつ。クロさん交番ありがとう。サザンカか、サンチャカじゃなかった。パセリはお腹が空いているんだな、人間だもの。パセオ、ワニランニセリはパセリです。それはパセリです。ポエムと聞くとお菓子が思い浮かぶ。美味しいよねポエム。愛媛、胸ゆき、胸ゆきと書いてゆきりかこって読みます。なんて読むの、なんて読むの。パセオ、難しい。ヒロさんハートありがとう。サザンカの花言葉は謙虚ひたむきな愛。おお、すごい素敵じゃん。何、南に侵入みたいな。南に侵入とかユリナって読むかな。ツイートにいいねをくださってすごく嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。1月のツイートにいいねして怖がられてると思いました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとお腹が鳴っちゃってすいません。笑っちゃった、引き笑いしちゃった。しゃっくりみたいな笑い方出ちゃった、恥ずかしい。恥ずい。しゃっくりみたいになっちゃった。あっぱれって読むの。恥ずかしい、笑いすぎて引き笑い出ちゃった。ありがとうございます。あの、共感しました。私もさゆきさんが好きだからいいねをしてしまいました。1月のツイートにいいねしてしまってすいませんでした。恥ずかしい。穴があったら入りたい。ありがとうございます。いちじくって読む、それは。急に話に戻る。餃子、わら、恥ずかしいよ。引き笑い。リンゴ、おわいに、本社を、おき、工事のゆいさん、パセリ。この感じはパセリらしい。知ってる、知っております。え、マジで申し訳ないんですよ。私1月のツイートにいいねをしたの今日。恥ずかしい。うわー、嬉しい。ちょっとスクショしちゃおう。ありがとうございます。 PR 舞台をしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。フォローします。配信終わって、じゃあ11時まで配信したフォローします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、せっかくコメントしてくださったのに引き笑いしちゃって申し訳ない。初めてショールーム、2年半ショールームしてて初めてこんなみたいな笑っちゃった。恥ずかしい。嬉しい、まさか反応がもらえるとは。よかったです。恐怖に震えてるかと思ってました。失礼します。ありがとうございます。ご丁寧にスクショします。ありがとうございます。おやすみなさい。あ、ダメだ、おやすみなさいしたら私が通知で起こしてしまう。トウモロコシ、嬉しい。ご丁寧に。何、台湾の日パセリの配信の後に、パセリの話してました。うっそ、近藤紗友子さん、マジ
嬉しい。それはおしめね、ちょっと恥ずかしかった。いつもこんな漢字クイズしてるわけじゃないのにな違うのにな。しかも私 PR ブタンのお知らせとかよりもなんか漢字クイズにさ熱中してた。何それ、常ココアみたいな何ですかそれ、常ココア、ことわざ、常にココアさんのことを応援しようねみたいなことですか。なんだそれは、なんとかクマみたいな。恥ずかしい。常ココア、いつも心に愛をっていうキャッチフレーズみたいな、同じこと言ってる人いるやっぱ思考回路が一緒だみんな。よかった。エゾヒグマって呼ぶの、クマってと。でもエビスさんっぽい感じやなと思います。サンドの飯うどんじゃあみんなさ、そういうキャッチフレーズ作ってくださいよ、メンバーの。それはあかりんさん、サンドの飯うどん。じゃあ私はサンドの飯アイスだから、アイスは漢字でどうやって書くんですか。わさび、それはわさび、ああの山に青いでわさび、おつ葵さんの葵だ。犬犬リンコ、3度の飯より4度の飯やばい。イドリサイドパセリ、いいね。三次王子アイコじゃん。3度の飯より4度の飯、すごいいいな。私のあれにしようかな、ずっとお酒だと思ってました。お酒に失礼しますです。待って、お腹グーグーなってるもう3度の飯より4度の飯、私の座右の銘にしたいぐらいすごい、3度の飯より4度の飯すごいいいですね。あ、評価か、アイスは。こんばんはいいね面白い、本当に面白い。でもプロフィールさ、もう提出しちゃったからもうダメだ。3度の飯より4度の飯、はあ、そうだね、本当にそう。でも今日は2度の飯だよ。今日は朝ごはん食べてレッスン行って、ソラさんとご飯食べた、で帰ってきてアイス食べちゃったから、まあ3度の飯かもしれない。3度の飯より4度の飯めっちゃいいよ。確かに部活動感ある、部活の部室に貼ってほしい。3度の飯より4度の飯ってすっごい達筆で書いてほしい。ちょっと私が今から書くわ。みんなの教訓にしよう。今日からパセリルームのね、あのここに貼るから、パセリルーム、パセリなんて言ったらルームくんいいですか。書くんだから。あ、お腹がずっと鳴ってる、グーグー。ちょっと不安定だな、書き場所が。膝の上で書いてます。人の言葉を勝手に自分の言葉のようにもう使っていく。三度の飯より、決済大事。それアリちゃんさんでしょアリちゃんさんのルームに貼ったやつだ。みんな決済大事、ほんとそうだよ。お
私は決済ができなかったから1回でも再販分はちゃんとできました。3度の飯より4度の飯。それでは発表いたします。ボボン。3度の飯より4度の飯どうでしょうか。わ、本当だ、11時過ぎてる。1分2分だ、過ぎてる。どうでしょうか。じゃあこちら稼ぎたいと思います。いいね、カメさん、いいね、ありがとう。いいね、スクショする。ちょっとポーズどうしようか、どうしよう、ポーズはどうしましょうか、どうしようかな、どういうポーズがいいか。めっちゃいいじゃん、気に入った。宇治熟語はならないかな。三度飯、ん、三、難しいね、四字熟語だって漢字が 1,2,3,4,5,6 個あるから、うん、難しい。三四度飯、むずいね。いや、こんなことより PR 豚の話した方がいい、絶対。私はてかもう2時間、今日も2時間配信してもういいって、もうみんなお仕事で疲れたてって感じよね。私のこのノートはあのタワーのお礼とかをピョー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 って書いてるのと、あとは待ってください、1月、多分1月に書いた目標なんですけど、今月叶えること、お風呂でアイスとか書いてる。叶ってない、やったことない、人生で一回も。初詣あ、多分違う、これ12月かな。年越しそば、冷水を浴びる勝手に浴びてください。滝行、煮物、カウントダウン TV、紅白、相棒、駅伝。出ようとしてるな、勝手に。私お腹グーグー鳴ってるね。チャン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 、グーグー、お腹はハングリー、目覚まし時計が鳴る前に。これは AKB さんのね、歌です。 AKB ショーのオープニングで流れてて、腹ペコだ本当に。だって夜ご飯5時だったもん、ソラハさんと。あとはこう PR 舞台のやつと、あとはさっき書いたこれと、ほんと気に入りました、これは。あとは私のこのノートの一番後ろにはこの生誕祭の生誕っていうを書いた時の下書きがあります。ここは何色にするとか書いてるのがある。これは自画像のつもりでしたが、ちょっと可愛くなりすぎちゃいました。あとは待ってください、早口言葉の練習書いてる。続けて聞いていただきました、炙りカルビって書いてる。曲紹介が難しいからね。あとこれもあります、沖さんとおたまトーンの絵。これは私が夜中に眠れない時に描いたやつ9月、多分9月の末ぐらいに描いたやつですね。これも9月の末に描いたおたまトーンと。じゃあ終わるか、そろそろね。今日も余計なことばっかり喋ってしまいます。グッズか、このノート、このノートグッズ化しますか。こういうのも入ってお知らせ事とか。でもタワーのお礼がほとんどですね。
宣伝タイム？分かった。じゃあ宣伝タイムいきます。準備はいいか？みんな宣伝タイム突入します。今日じゃなかった、嘘つきました。2日後の22日に中間発表があります。何の中間発表かというと、瀬戸内 PR 舞台です。私は瀬戸内 PR 舞台に入って全国ツアーに出たり劇場公演に出張したいと思っています。速報では1位をいただきまして本当にありがとうございました。ですが2日後に中間発表があるので、あの速報の方があの過去の栄光にならないように入れることを祈って今日も眠りにつきたいと思います。なんか余計なことばっかり言ってる気がします。投票方法は、え待って違う、今日19日だから3日後でした。嘘つきました。3日後です。嘘ついてる私、テロップ、私テロップに嘘ついてさ2時間も配信してました。ねえ誰か教えてくださいよ、ずっと嘘ついてた。はい。今日もあと1時間で終わるということで、あと2日みたいなものということで、そういうことにしておきましょう。そしてそしてスケジュールはこんな感じです。今週の金曜日にチリメンパーティーというラジオ番組で中間発表があります。そして5月2日の12時、お昼の12時で締め切りで、3日の5周年コンサートにて発表があります。投票方法はこちら、投票方法はこちら、こちらにありますが多分見えないと思うので、こちら、この劇場版の方は申し込み終わりました。昨日の受付で終了になりました。ありがとうございます。そしてこちら、今後購入できるものは2番の初回限定1 CD プレゼント応募券の併用のやつです。そして3番、STU ファンクラブモバイル会員の方 0.5 票投票できます。そして STU DMM 会員の方も投票できます。こちら試し書きしたやつなので気にしないでください。よろしくお願いします。 DMM 忘れがちかもしれないから、もう忘れそうだって方は今パセリの配信を切ってでも DMM のサイトをぜひぜひ開いてみてください。投票する場所は私のツイッターの方にまとめておりますので、ぜひ固定ツイートからチェックをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日も聞いてくれて。そう忘れがちよね、後から入れようと思って忘れちゃう。ありがとうございました、聞いてくれて。2時間ずっと嘘ついてたね、サバ読んでしまいました、すみません。でも年齢のサバは読んでません。ちゃんと正々堂々と晒しております。よろしくお願いいたします。やばい。余計なことばっかり言っちゃう。お疲れ様。おつ。まあ次こそは兵頭葵さんのおつが聞けるように私も頑張りたいと思います。サバ。サバはね、味噌に美味しいです。ではでは、皆さん男女読んだら終わります。いきます。13位としきさん、12位エドモンドさん、11位ラクさん、10位しんちゃんさん、9位ただのパンピさん、8位ひであずみさん、7位クワドリーさん、6位シェンさん、5位ゴンベンさん、4位山猫坊主さん、3位あっちゃさん、2位オズさん、1位クロさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さん、私はこの後配信を切ったら私が男女1位になります。みんなも男女1位になれると思うので、あの喜んでください。一人ぼっちになって男女1位になるよ、これから。バイバイ、ありがとう。また明日。